今回は、にゃんこの国葬、チーズリゾットを、あげようと思います。フィッシュリゾットの方は、またいつかあげようと思います。自分の中でチーズと魚だと、チーズが勝ちました。さあ、きなこたちのお口には合うのでしょうか？前に戦ったケーキは、敗北してしまいました。今回は餌にかける形であげようと思います。それでは、行ってみよう。ようこそ、福うまるクッキングへ。当番組は2度目の放送となります。まずはじめに、キャットフードを入れます。もう片方も忘れずに入れましょう。盛り付けるときは、食べる猫たちのことを考えましょう。さあ盛り付けていく。メインはここじゃないので早く終わらせたい。完成。さあ本題はここからです。チーズリゾットをのっけます。さあどんな中身なのか？袋から何が出てくるんだー。エビタイだー。さあ具の方は？肉。肉。もう片方も？汁。肉。肉。完成。それでは揚げていきましょう。きなこと黒蜜どっちが食べてくれるかな。ちょっと待ってくれるぜ。もう食べさせて。さあ、今運ばれていきます。さあ先に来るのはどっちか。さっき欲しそうにしてたきなこか、違うのか。おっと、これは、ヒーローだー。さあ、食べてくれ。きなこは汁から食べる派みたいです。おっと、黒蜜が。きなこが食べているのを見て安心して食べているー。黒蜜は何をしようとしている？奪おうとしてない？自分食べてないのに？残して